高谷城の戦いは、天正3年4月8日から21日まで、河内高谷城、新堀城、石山本願寺一帯で行われた戦い。石山合戦の一部で、別名、第二次石山合戦や、もう一つの主戦場でもあった新堀城を合わせて、高谷、新堀城の戦いと呼ばれることもある。足利義明画像、東京大学資料編纂所蔵高谷城はもともと、 河内畑山氏の城だったが、畑山氏が内紛により弱体化すると、細川氏や三好氏の介入を受けるようになった。当主畑山高生はこれに抵抗したが、永禄三年に、三好長径に、河内を乗っ取られ、高屋城から追放された。永禄十一年、同じく、河内を追われていた、高生の家臣、安見宗房は、十五代将軍、足利義明と義明を擁立する。 織田信長の上落に、畠山高生ともども協力し、高谷城への復帰を果たした。ただし河内は、三好義嗣と南北で接班だった。やがて、義明と信長が対立し、義明は、各勢力に、信長討伐を呼びかけた。三好義嗣は、三好三人衆や山との松永久秀と、再度結んで信長から離反して、義明側に味方し、 畑山家中は信長派と義明派とに分裂した。当主、畑山明高は信長派だったが、元気4年6月、明高は義明派の守護代、湯沢信教に人脇させられてしまった。安美宗ふさもこの頃には死去し、明高のぶらい合戦を行った兄の構成も、信教に敗れて追われ、畑山家中の主導権は、信教が握った。しかし法医者側は劣勢に立たされた。 7月に、巻東城の戦いで、足利義明が京都から追放され、8月には一条、国城の戦いで、朝倉義景が自害。9月には、小谷城の戦いで、浅井長政が敗死。11月には、三好義次も、信長の構成を受け味方の裏切りにあって自害し、11月には、石山本願寺が信長に、名物の白天目茶碗を進定して講和。 12月には、堺に逃亡していた義明がさらに、紀伊の広告寺へ逃げ、12月26日には、松永久秀も降伏して、多門山城や堀以上を明け渡した。こうして信長法囲網はほぼ崩壊した。天正2年2月20日、義明は広告寺から武田勝より、上杉謙信、北条宇政正に対し、徳川家康、 県女と共に帰郷を図るようにおうちきを送付した。また、側近の一式藤長が、石山本願寺や高谷城へ出向き頻繁に連絡を、している。足利義明をうちき、大阪上天四角像。元気三年十月十一日付、毛利照本家臣、井上元義明子の足利義明をうちきは、おうちきで、義明の直所形式と考えられている。 内容は、毛利輝元が、浦上胸影、浮気田直江と和睦したことを喜び、今こそ、天下のために励むべき時であると述べ、輝元が備中へ差し向ける軍勢を佐ヌに向かわせる、ことに対して、賛意を表している。こうした動きから、4月に、摂津国の池田勝政、佐ヌ国の東郷一行、西賀州の鈴木真五一ら西賀州や、 三好義継に従っていた若江城の残兵や、池田勝政に従っていた池田城の城兵が加わり、信長方であった堀井城の城主、細川明元や堀城周辺の城を攻め落とした。この動きに、高谷城の湯座信経もこうし、阿波国の三好や砂川を呼び寄せ、大和国州の一部と共にも高谷城に立てこもった。この際、石山本願寺も挙兵している。 飯森山次郎の模型、大東市歴史民俗資料館所蔵信長はこの方を、京都で受け討伐軍を編成。武将は、柴田勝家、筒井淳慶、明智光秀、細川藤高、荒木村重といった面々である。4月12日、これらの軍勢が、下、矢尾、住吉、天皇寺に着陣し、石山本願寺と高谷城の両面を攻めた。 石山本願寺方面では、墨吉や天皇寺を焼き打ちにし、石山本願寺から出軍してきた部隊と玉作り、辺りで合戦となった。しかし、これらの戦いについて、詳しいことは分かっていない。28日に、織田軍は、おさとして、荒木村重と高山根を残し撤兵した。この年、織田軍は7月から9月にかけて、長島一向一揆を全滅させた。 また、佐久間信森、細川藤高、筒井純慶、明智光秀、花輪直政、森長吉らが若江城に入城し、9月18日に、飯森山城や、山城下で、三好安奈が、県女連合軍と激しい戦闘になり、飯森山城を落城させ、茅振城も落城し、高屋城下を放火している。細川雄斎造、天珠庵所蔵。 織田信長画像、清瀬芸院像高屋城の不動坂付近にある、ドル屋と一旦兵を引いた、織田軍だったが、天正3年3月22日に、信長は、細川藤高に対して、来たる秋、大阪合戦を申し付けこう。しからば、丹州の船井、桑名軍の所持、その方へ、愛作る上は、人数など別して、愛模様し、粉骨を抜きんぜられべくこう。この胸を申し触れ、 おのおのその世をなすべきこと寛容の情、九段のことしという主因状を与えた。秋には、石山本願寺を攻撃するので、丹波の国人衆をより気として、兵力を増強し、準備を進めるよう命じたものである。また、摂津住吉軍に、陣取り、放火、乱暴、牢石、並びに畜牧を打ち取るのこと、提出せ示出。もし違反のやからにおいては、成敗をかうるべきの情、 九段のことし、大和田城の石碑という金星を発し、同地域の安全を確保した。同三月、本願寺の一騎勢は、大和田に、大和田取を作り、渡辺や、神崎あたりまで進軍した。これに対して、荒木村重が兵を送り破れてしまったが、村重は策を巡らし、一騎勢を十三の私周辺に誘い出し攻撃を、加え、大和田取と、 天馬砦れを奪うことに成功する。これを後期と見たのか、4月6日、信長は秋を待たずに、京都を出発した。達国、信長南方へ出陣す。一万余り。室町通り五条へなりとあり、当時家にいた信長は一万ほどを率いて出撃した、ようである。織田軍は八万を経て、七日に和歌江城へ入城。八日には、駒ヶ谷山に布陣し、 高谷城工場に動き出した。三吉安長も高谷城の不動坂口より出撃し、双方激しい合戦となった。織田軍は、高谷城の周辺を焼き打ちにし、麦苗もなぎ捨てにした。石山合戦敗人図の天皇寺部分拡大図、和歌山市立博物館像12日、織田軍は住吉へ移動。十三日には、摂津、山と、山城、若狭、美野、 終わり、伊勢、丹後、丹波、張馬、根頃州の増援軍が続々と到着し、総勢10万余の大軍となった。信長は、天皇寺を本陣とし、住吉、織尾野にも布陣させ、石山本願寺と対峙した。14日に、石山本願寺に押し寄せ、ここでも石山本願寺周辺の作物をなぎす手にした。16日には織尾野に移動し、 信長自身も、作毛を借り取り、新堀城周辺に陣を張った。新堀城には、東郷一行や郊在長信が立てこもっており、高谷城と石山本願寺との中間にある城で、領城を支援していた。十七日、織田軍はこの城を取り巻き、十九日に堀に草などを入れ、埋め立て、夜になって火や追いかけ大手門、絡めて門の両方に突撃し、百七十四の死休を、 あげた。統合一行は内地にし、香西長信は池取りにされ、斬首された。新堀城が落城すると、三好安永は、信長の側近であった、松井祐館を仲介にして、降伏を申し出た。信長は安永を斜面した茅城の戦いは、終結した。湯沢新京は、弓倉広信年によると以後、湯沢地入道として、本願寺ともに、対信長戦を続けたとする。 事実、当時の記録のどれにも心境が、高谷城の戦いで戦死したとしているものはない。通説では、心境はこの戦いで死んだことになってはいるが、やはり後世に作られた軍機物の記述であり、信憑性はない。川内守護の城として長い歴史を重ねていた高谷城はこの戦いで敗城となった。信長後期はこの時すでに、 もはや本願寺の落城は時間の問題となったとしているが、武田勝頼が三河に侵入し、長篠に迫ったとの方が入ったため、信長は石山本願寺攻めを中止し、花は直政に高谷城を含む河内の波城を命令。自身は4月21日に帰京し、長篠の戦いへと赴いた。10月中旬から本願寺は松井勇敢と安永を仲介とし、 信長に三軸の名画を送って、和睦を申し入れた。十二月に和睦が成立し、生死が取り交わされた。一、当時の儀、ご梱棒について、ご無事の上、ご表裏アルベからざるの通り、午前において、固く申し極め工事。つけたり、新儀なんこれアルベからざること。一、ご文国中東寺初末寺は、先々のごとくたるべし、並びに、以下の矢から、厳重。 同住帰りなど意義あるべからざること。一、当時に対して、両人妄頭表裏抜け公事ごとなどあるべからずること。右違反これあらば無限地獄についつるべきものなり。なおて九段のごとし、織田信長と石山本願寺の生死、当時は石山本願寺、午前は信長、両人は勇敢と安永を意味している。初反者は勇敢と安永で、 アテシは当時石山本願寺の幕閣を構成していた5名であった。しかしこの和睦も一時のものに過ぎず、翌年の天正4年のブナガと石山本願寺の間で天皇寺の戦いが勃発する。諸国古城古市城絵図、浅野文庫書像。ありがとうございます。